木なさ村。木なさ村は、長野県上身の地群にあった村。合併により、現在は長野市木なさ地区になっている。紅葉伝説や木曽吉中にちなむ伝承を残し、伝説にちなむ東京、西京などの集落がある。奥裾花渓谷、日本百景や、水場商大群落の奥裾花自然園、日本秘境百選も著名。最盛期には、 人口が6000人ほどあったが、廃止当時は2000人ほどまでに落ち込み、過疎地域に指定されていた。長野県の北部、上見の地群の生端にある、西川の支流、裾花川の源流沿いの盆地を中心に広がる、中山間地の村。長野市中心部から西へ、約20キロメートルほど裾花川を遡り、裾花橋、裾花渓谷を抜けると、谷が開け、 木なさぼ地となる。裾花川右岸、南側が、旧、日陰村、左岸、北側が、旧木なさ村である。木なさぼ地は周予荒れ倉山、虫、倉山、戸隠氷山、人よ山、物見山などに囲まれ、中央部を流れる裾花川と、支流の小川や天神川に沿って、大小八十の集落が点在していたが、二0 1年、平成二2二年には、 集落数は約40に減っている。木那佐盆地のほぼ全域は、急峻な砂岩、泥岩や、業海岩、裾花業海岩の山に囲まれている。これらの地層は水を含むともろく、繰り返し土砂災害に見舞われている。特に4月から5月にかけての融雪期は大量の雪解け水が地層に浸透し、たびたび大規模な地滑りを引き起こしている。 小川と裾花川の合流地点は、中心市街地となっており、旧村役場、現在の長野市役所支所、郵便局、教育施設、商店、バスターミナルなどが集中する。国道406号と県道36号の交差点には、村内唯一となる、信号機がある。ここから裾花川は、本流、大川と小川に分かれ、裾花川沿いを、大川入り、 小川添いの矢地を、小川入り、小賀入りと称する。小川入り方面には、高倉山と、人代山の谷間に集落が続き、上流域には、木曽吉中の家臣、今井金平の城石とされる今井里跡や、古生伝説の残る十二神社がある。大望峠で戸隠し村へ通じる、甲府道。大川入り方面では、国の重要文化財となる、白禅神社付近から南へ、 大洞峠を越えると、小川村に通じる。天神川と裾花川の合流地点付近には、東京、最強などがあり、両啓地区と称する。付近には、春日神社、鴨神社や、大理屋敷などの地名が残り、千都伝説や、紅葉伝説の舞台とされている。両啓地区から北進する裾花川の上流には、木曽吉中に由来するとされる、文樹堂や朝日社がある。 源流域には、奥すそばなダム、奥すそばな渓谷、奥すそばな湿地、奥すそばな自然園がある。天神川沿いには、奥すそばな温泉があり、一軒宿、旧国民宿舎木なさそうがある。天神川の源流は、小川村域となり、国道406号線、白沢峠、峰方峠を経て、白馬村へ通じる、夫婦岩越へ。白馬方面へ抜ける 全光寺古道として、この他か,から山峠、から山峠越え、から山十三曲がり、柳沢峠、柳沢越えがあり、国道開通以前は主に柳沢峠が利用されていた。寒暖の差が激しく、最高気温は35度に達し、最低気温がマイナス20度を下回る年もある。降雪量は多く、おおむね3メートル。 年によっては4メートルを超える積雪がある。寝雪は100日を超える。全域が特別豪雪地帯に指定されている。1889年、明治22年の合併前の旧木な佐村、旧日影村及び1955年、昭和30年に合併の日里村日、下付地区の各域が大技となっている。長野市への合併後の町名地名は、 以下の通り、上記の大技は、旧村の損益に基づいたものであるが、旧木那佐村と旧日影村はかつて、裾場長場で左右両岸に分断されていたものの、現在は多くの橋でつながっており、また髭屋はわずか0 1 5トルで事実上の無人地区であるため、実態に即していない。このため村では、下記のように損益を分けている。戦国期には、 古山城、現在の小川村に本拠を置く帯名田氏が漁師、武田信玄に服した。武田氏滅亡後は、木曽義政、上杉影勝の領地を経て、関ヶ原の戦い以降は、川中島藩、松代藩に組み込まれた。明治中期の町村静止港で木名村と日影村が合併し、木名村となった。平成の大合併で、長野市に編入され消滅した。 地理的に隔絶されていたため、1889年、明治22年の町村政施行以来、合併は少ない。1955年、昭和30年に久戸村から菱も家親沢寺すさわじく 0.15km、ごっこ21人、1990年、平成2年3月以降全個転出し、現在は、無人を編入した以外は、平成の大合併で、 長野市に編入されるまで損益の度がなかった。昭和20年代半ばには千世帯を超え人口も6200人に達していたがその後は減少を続け長野市への合併前にはピーク時の三分の一となっていた。合併時の世帯数は約831世帯2182人。実際には約3割の世帯が損害に家を持っていた。 当期無人世帯。長野市内へはバスで、約1時間の距離だが便数は少なく、高校へ通う者は、長野市内に下宿する者が多かった。就業人口割合は、第一次産業、第二次産業、第三次産業イコール26.8%、30.4%、30. 42.8%となっている2000年国勢調査。 昭和30年代までは、朝による、畳糸の加工、炭焼き、養蚕が村を支える三大産業だった。これらが衰退すると、奥ばなの水場小群落が、日本最大級であることを活用して、観光収入を得るため、1969年、昭和44年に、奥ばな自然園を開設した。かつては、村民も、 容易には近づけなかった奥地だったが、1979年、昭和54年にはオクス、奥バ花ダムが完成して、一応の道路が整備された。1983年、昭和58年に、日本の自然百選に選出されて、観光客が得たが、道路が境いのため大型バスによる交通渋滞が課題となった。1994年、平成6年に、 年間10万人を超える観光客を集めたが、たびたび土砂災害で通行止めとなり、救援を余儀なくされた。特に2001年、平成13年から、土砂災害のために年間救援となったが、2003年、平成15年に再開、2004年、平成16年には、奥州そばな大橋が完成し、交通の便を測っている。しかし、近年の観光客数は現在は横ばいである。 農業分野ではミニトマトや林道の新種の導入による多角化を図る一方、猿、白シン、熊などによる農業被害や有給後配置が深刻化している。林業分野では後継者不足によって伐採されずに更新期を迎えた広大な林野のメンテナンスが課題となっている。村全域が中山間地域にあり、稲作に適した まとまった水田がないため、ほとんどの農家は畑作、麻に加えて、稲作と養蚕を行っていた。特に麻の生産地として知られ、木なささんの麻は、青金院として知られていた。農家の95%は麻を栽培し、畳糸の加工を行っていた。明治以降には、陶器を利用して缶ざらしした畳糸を、氷糸として出荷していた。最盛期には、村内に145 他に換算すると、おおよそ1450単となる。の朝畑があったが、後に養蚕に押され、戦後には、大麻との関連や化学繊維の普及で、朝栽培は壊滅した。現在は朝に代わり旗箱を生産している。昭和初期には800個の専業農家があったが、2005年、平成17年には431個に減少している。2001年、 平成13年の農産物の出荷額で、ハタバコは2位を占める。1位はキノコ、主にエノキタケ。近年はミニトマトやリンの栽培に力を入れている。乳幼牛が使用され、農林畜産業の中で牛乳の出荷額が最も多い。損益の,の約9割を林野が占め、その4割は伐旗を迎える森林や干ばつが必要な森林となっている。 全個数の約4割が林屋に分類されるものの、実際の林業従事者は減少の一途にあり、森林の整備保全が課題となっている。書き数字はいずれも平成12年の商業統計、工業統計による。村で唯一人の開業医が死去し、無意村となっていたが、2002年に村役場内に木那佐村診療所が39年ぶりに、 解説され、医師の常駐が実現した。それまでは、バスとタクシーを乗り継いで、長野市内へ通院しなければならなかった。長野市との合併に際し、それまで長野市と合併した地区については、医師が常駐する診療所が存続した例がなく、再び医師のいない村になるとの不安も出たが、存続されて、長野市国保木那佐診療所となった。多くの小集落は、 無一地区状態となっており、長野市への合併後も木なさは、純無一地区とされている。紅葉伝説を代表として、木なさには、様々な伝承とそれにゆえんを持つ旧跡や地名が、残る。木なさ盆地がかつて湖だったとする伝承。大望峠下の十二神社や、村中心部の木なさ神社などに伝承が残り、各所に伝承にちなむ花火碑などがある。盆地を囲む虫。 倉山、高倉山、土葬山、人世山を渡し船が結んでいたとされる。両岸を結ぶ綱が張ってあり、これを頼りに船が渡ったとも。北岸の大坊峠付近には十二神社、南岸の大洞峠付近には飯綱神社があり、両者にはかつて船を繋いだとされる月の大木があった。十二神社には船つなぎの木の切り株が残る。大洞峠側の月は、 昭和50年代に倒木したとされる。十二神社の社門がほかけ船で、波桶の鳥居、五福島神社などに見られる、両部鳥居も伝承を裏けるとされる。湖水は、長子口、長野市川から見ると、木佐盆地の入り口に相当するから、裾花峡を抜けて流出し、湖底から、漁山が現れたとされる。漁山は、現在の市街地中心部にあり、長部に、木佐神社がある。 水が枯れて出現した盆地は、水瀬村となり、七世紀末頃に、木なさ村と解消したとされる。その他湖に住んでいた龍の宝珠が大龍寺に伝わっていたが、昭和十五年に寺ごと消失した。アスカ時代、あるいは白鳳時代に、木なさに、遷都の計画があったとされる伝承。白禅神社や、両系地区周辺の地名、旧跡の由来とされる。 人与山の巨人伝説を伴う。日本書紀には、シナノへの神教設置計画が記録されている。戦都伝説ではこの時の戦都先がキナサとする。白禅神社の縁起は、白宝年間の戦都に際して勧生されたと伝えている。また伝承では、天武天皇に派遣された美濃王、美濃王は、キナサを後報地とめ、と鎮守のためそばな川の砂岩に、鴨神社、ウガに、 春日神社を創立し、それぞれの地を東京、西京と命名したとされる。鴨神社境内には、美ノ王が馬を繋いだとする石が残されている。さらに両社から裾花川沿いに約1キロメートル上流に、ある月夜の三ぎは、当時訪れた皇族の墳墓とする伝承も残る。このほか村内に散在する、逸話島も皇族の墓とされる。巨人伝説では、 戦闘計画のあった時代には、人与山はなく、都学市までの平坦地であったとする。戦闘を妨害するため鬼が平野の中央に山を築き、人与山。これに起こった天武天皇は安倍平府を派遣して鬼を打ち、以来統治は水瀬村から木那佐村と解消したとされる。北新州一円を舞台とする伝承で、合図、京都、木那佐、都学市。 別所温泉などを舞台とする。脳の代表的演目、もみち狩りとしても著名。一般的な伝承については、紅葉伝説も参照。一般には、主人公の紅葉は、妖術を操り、討伐される、貴女であるが、木なさにおける伝承では、医薬、手芸、文芸に秀で、村民に恵みを与える、貴女として描かれる。アイズマルの少女、クレヨは、 美貌と才覚に恵まれ、953年、天略6年26歳で都に昇る。五葉は、紅葉と名を変え、源の常元、生は源氏の祖の壺根となり解任するが、956年、天略6年29歳で、信濃へ入るされてしまう。一般には、紅葉が常元の性質に呪いをかけた都がによるものとされるが、木なさでは逆に紅葉は、性質の嫉妬による、 残幻の被害者である。シナの山中、奥裾場の渓谷とされるに配慮された紅葉は、水瀬、木瀬の米へ、村の値上がりの里にたどり着く。水瀬村では、紅葉は、村人の病を癒し、男には、読み書きや算術を、娘には、裁縫を教え、慶の文化を伝える貴女として村民に敬愛される。村人は渓を忍ぶ、紅葉のために、代理屋敷を建て、 敬吾の、立武氏を置く。また、裾花川の両岸を京都に見立てて、最京や東京などの地名をつけた。紅葉の生んだ男子は父である、源の常元の一児を取って平若丸と名付けられ、やがて元服が近づく。しかし、諸子の成長を忌む、宮人の意向によって、紅葉母子は討伐の対象となり、信濃森平これ持によって討たれる。なお、 一般的な紅葉伝説では、最上落を目指す紅葉が妖術を使って、山賊を集め、暴虐を振るって、近隣を荒らしたため、霊勢天皇によって、平これ持ちが派遣されるという筋立てになっている。塩田平から出陣した平これ持ちの軍勢は紅葉の妖術によって敗れるが、別所温泉の北向き観音で紅馬の剣を授けられる。これに力を得た、これ持ち軍はあれ、 倉山の岩屋に籠もった紅葉と賊を打ち果たす。紅葉が撃たれたのは969年、安奈2年とされる。これ以降、村は、木笠と呼ばれるようになったとされる。紅葉の首はどこかへ飛び去ったため両腕を塚に、葬ったとされ、戸隠史にその塚が残されている。一方、現在の木笠中心街にある、松岩王子には紅葉の守護物とされる器物が祀られ、境内には、 紅葉やその家臣の墓がある。これ持ちは、大洞峠を越え、麓の白禅神社で、戦勝祈願を行い、共産の木那佐神社や津島神社にも祈願を行ったと、される。最終決戦の地となる、高倉山の高倉山神社も当時誕生されたとする、戦勝祈願の八万宮祀られている。高倉山にはこのほか、紅葉とその老頭が隠れ住んだという岩屋も残る。 両建地区には、現在も、大理屋敷や、立ちたけしの地名が残るが、大理屋敷からは、祖石や、古代のものと思われる石器や、国曜石、旧から十世紀の土器や鉄紙が発見されている。基礎義仲や家臣らにまつわる伝承。横田川原の戦いに勝利した義仲は、北陸を経由して上洛するため、木梨を通って姫川沿いの仙国街道へ抜けたと、される。 裾花川源流の奥裾花湿原から東へ、奥西山を越えると宝の温泉、小谷村ある。裾花川沿いに、木名さえ入った吉中は、白禅神社で、平家追悼の祈願をした後、村人を道案内に立てて、川に沿って北上した。両県地区から裾花川沿いに3キロメートルほど、遡った土葬地区の文字は、木曽吉中が立ち寄ったとされ、 道案内をした村人に聖を名乗ることを許し、守護物を与えたとされる。仏像は、江戸時代には、善光寺の会長に合わせて7年に一度、松城へ運ばれてで会長を行った。この文殊堂は、日本三文寺の一つとされ、戦前は、北新州各地から、多くの参詣者を集めた。またすぐ近くには、鎌倉時代の建築と考えられている朝日社、吉中の称号。 朝日将軍の名にちなむがあり、吉中が祀られている。さらに裾花川沿いに遡ると、濁り川との合流地点付近に、木曽殿あぶきと呼ばれる岩穴がある。吉中軍は、小谷へ向けて山越えする前に、ここで野営したと伝えられる。岩穴はかつては間口140メートル、奥行き70メートルあったが、善光寺地震で大部分が崩落したとされる。 現在の岩穴は間口約六十メートル、奥行き約二十メートルほどである。義中が廃止した後、次男の義重、力言武輝丸が木名さへ逃れたとする伝承も残る。力言武輝丸は、ともえ午前の子で、はじめは後見人の西名森等の庇護を受けていたが、鎌倉方の戦議が厳しくなり、木名さへ逃れ土葬に済んだとされる。また、義仲の家臣には、 木なさへ土着した者もいるとされる。山角地区には、吉中と最後を共にした、今井金平の定石があり、観音堂には、金平の守護物とされる菩薩像が祀られている。荒井地区には、金平の感情による小安大名人がある。また、金平の兄、樋口金光が築かせたとされる、基礎伝状跡も残されており、木なさには、金平や金光の光栄とされる、今井聖。 樋口ちの住民が残る。2000年、平成12年には、全国、木曽吉中ゆかりの会の総会が、木なさで開催された。村域を東西に横断する国道406号が、唯一の大動脈である。しかし、長野市街へ抜ける途中は、路線バスのすれ違いも、不可能な境外部分が残る。白馬方面へ抜ける西側も峠部を中心に悪路が、残り、 2005年、平成17年にも決壊による通行止めが発生している。ソニー駅全体に道幅が狭く円滑な交通の確保が課題で、特に水場所観光シーズンの5月には大型観光バスによる交通渋滞により主要道路が著しい渋滞に陥っていた。2003年、平成15年にはソニー駅で唯一信号機の設置されている交差点。 町四つ角の拡幅事業が完成し、国道406号と県道36号の重複区間の改良が進められている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。